第9章「心をリラックスさせる自律訓練法」第1節自律訓練法」とは「信じることは実現するという心の状態を作り出すためのトレーニング法」の第一歩は「自律訓練法」です。自律とは自らを律するという意味で英語では「セルフ・コントロール」「セルフ・コントロール」となり自分自身の心を制御する訓練法という意味になります。 現代人はさまざまなストレスに囲まれていますある程度のストレスは人生に適度な刺激を与え有害な影響は及ぼすことはありません場合によりより良い人格形成を促す誘因になりますしかし慢性的にストレスを受けたりまた強度なストレスを受けると人間の心に有害や影響を及ぼすようになります これを精神外傷サイキックトラウマビーカイクトラウマと呼び神経症ノイローゼニョイローシスなどの精神疾患だけでなく高血圧や胃潰瘍や気管支喘息などの身体的疾患を引き起こす原因となりますがんも慢性的なストレスが発病の誘因となることは最近知られるようになりましたストレスが蓄積すると人間は 慢性的な緊張状態に置かれるようになり十分に休息することができなくなりますこのような状態では人間の脳はいつも緊張した意識状態を持続する状態になります緊張が続くと脳の中枢である脳幹部に異常が起こり大脳や脳幹部から出ている自律神経の働きにも異常が起こります大脳には 人間の心の作用が存在すると考えられています。また自律神経は自分の意思とは無関係に行われる生理作用を司る神経で交感神経と副交感神経の2系統に分かれています。消化循環呼吸などは自分でしようと思わなくても体が自動的すなわち自律的に遂行してくれます。 血圧脈拍呼吸消化吸収などは通常では自律神経の働きにより正常な範囲に調節されているはずですが不摂生やストレスが続くと自律神経のバランスが乱れ血圧が慢性的に高い高血圧などが起こったり胃酸の分泌が更新して胃潰瘍になったりしますストレスで自律神経や脳幹部さらに大脳がったりします 異常な状態にあれば外から脳に良いと思われる刺激や暗示を与えても何の効果も見られなくなります通常自律神経の作用は医師によって影響を与えることはできないと考えられていますしかし自律訓練法を行うことにより通常では医師の力では調節できないはずの自律神経に医師の力で働きかけることができるようになります さらに間接的に大脳に働きかけてその意識の状態を変えることも可能になりますこのように自律訓練法は心に思うことは実現するという現象を実際に体験できる非常に初歩的でわかりやすい訓練方法です自律訓練法はドイツの精神医学者ヨハネス・ハインリッヒ・シュルツ博士によって 1932年に開発された精神的療法です。シュルツ博士は著書で自律訓練法というのは催眠をかけられた時と同じ状態になるように合理的に組み立てられた生理学的訓練法であると述べています。すなわち自律訓練法とは意識レベルを催眠状態に変えて自己暗示を行い、 これによって精神状態を変えるテクニックです。催眠状態とは、普通の覚醒している意識状態と完全に眠った睡眠状態の中間の変性意識状態、トランス状態を言います。脳の機能が全体的に低下する睡眠と違い、催眠の場合は、脳の一部は覚醒して働いているが、一部は低下している状態です。このの催眠の状態は 表層の意識は低下しているため命令した言葉の内容が真相の意識領域に影響を与え安い状態を作りその結果非常に暗示を受けやすくなります通常の催眠術ではすべ者が他人に対して人為的に暗示を与えて催眠状態を作り出し命令を与えさまざまに他人の行動をコントロールします催眠術が 他人から一方的に行動をコントロールされてしまうのに対し自律訓練法は自ら催眠状態を作り出して自分の思う方向へ自分をセルフコントロールする方法といえます催眠術は他人から行動を思いのままにコントロールされるわけですから手術者に何をされるかわからない危険性があります自律訓練法は 自分が自分自身をコントロールするセルフコントロールのテクニックですからある程度は安全であると言えますしかしセルフコントロールすると言っても目的や方向性を間違えるととんでもない精神異常状態を招く可能性もあるので注意が必要ですシュルツ博士は自立訓練法の開発に際し東洋の哲学である 前夜の修行法を参考にしたと言われています。自律訓練法はストレスが大脳や自律神経を狂わせる作用を大幅に減らして脳を休息させる効果がありますこのため多くの神経症や心身症など現代病と呼ばれる精神疾患に著名な効果がありますまた 免疫力を回復して自然治癒力を向上させる効果もあるためがん治療にも効果があると報告されています。